風化ーー潜水は、本来、目、鼻、口を同時に覆う簡単なマスクに、水上からホースで空気を供給する早期式潜水の一種を指す。その名称は、かつてアヘンなどの麻薬を吸う時に使用されていた器具の名前に由来する。ヘルメット潜水との対比から、マスク潜水と呼ばれる場合もある。水上からホースで送られた空気は、安全のための逆止め弁を経由して、 マスク内に連続的に供給される。ダイバーの呼気及び余裕に供給された空気はマスクに取り付けられた排気弁から水中に放出される。水上の空気供給装置の能力は一般に非常に限られており、潜水可能な深度は水深10メートル前後が普通である。ヘルメット潜水と比べ装備が簡便で軽量なため、かつては 浅い場所での簡単な水中作業などで多用されていたが、その後のスクーバの普及により活躍の場は大きく狭まった。しかし、水上から空気を供給するため潜水時間に制限がないことと、構成が単純でメンテナンスも容易であることから、現在でも一部地域の潜水漁師などによって少数ながらも使用されている。スクーバの普及に伴い、 フーカー潜水の発展型として、スクーバダイビングで使用するマスクとレギュレーターを使用し、ダイバーが背負うタンクに変えて水上から空気を供給する潜水装置が広く使用されている。現在では、フーカー潜水といえば、こちらの方式を指すことが多い。空気供給装置の能力にもよるが、水深20から30メートル程度まで潜水可能なものもある。C ウォーカー潜水に類似した。 潜水方法としてフリーフローヘルメットと呼ばれるものがある。これは簡単に言えば水中で逆さまにしたバケツには水が入らないことを応用したもので首下あたりまでを覆う単純なヘルメットに水上からホースで空気を供給する潜水方法である。ヘルメットには空気の供給を調整する機構は特になく余剰の空気はヘルメットの下部から水中に放出される。 これがフリーフローと呼ばれるゆえんで、風化潜水のマスクも同様にフリーフローマスクと呼ばれることもある。フリーフローヘルメットは、スクーバが広く普及してからはほとんど使用されなくなっていたが、近年、このシステムをレクリエーション用に改良したものがシーウォーカーなどと称して再登場し、日本でも沖縄のビーチリゾートなどで使用されている。ありがとうございます。